こんにちは。はい、今回はですね、はい、ちょっと大切なお知らせをさせてください、はい、というのもですね、実はですね、うん、この神尾 TV のずっとご案内しておりました神尾公式 LINE アットがですね、実は1月13日をもちまして終了しました。終了したんですね、はい、一応まだちょっと遅れてるんですけど、まだなんかロスタイム的な感じになるんですけど、一応13日終わってしまったので、そのお話させていただきたいんですけども、じゃあなんで終わったかというとですね、はい、その理由なんですけども、実はね、今まで LINE アットっていうのは月額の固定料金で、うんうん、それ以外はですね、何通送っても無料だったんですよ。あ、そうなんですね。ただですね、1月14日からですね、その13日終わって1月次の日からは、うん、LINE を送るのに1通なんと3円かかると。1通3円の追加料金がかかるようになったんですね。でおかげさまでですね、今現在神尾LINEアット約4万4000人の読者さんがいて、登録者さんいてもらってますんで、はい、その追加料金が発生するということの影響で、うん、LINE を1回送るだけでなんと13万円もかかると。ね、すごいな。で今までは1日2回ぐらい、うん、この神尾 TV の更新の案内、ね、まあ、1日2本公開とかしてますんでやってたんで、なんと1日あたりここから起こると26万円かかると。いやだ、もっと言えば1ヶ月で言うと800万円かかると。それはちょっと現実的じゃないじゃないですか。現実的じゃないな。神尾 TV 潰れますそうです。たださえですね、神尾 TV 現在10人ぐらいスタッフ抱えており、まあ収支は完全赤字なのに、うん、そこにさらに月800万円かかったらですね、とてもじゃないですけど潰れますから。そうですね。はい、ということで全然ちょっと LINE さん、はい、なのでね、大変ご好評いただいたのですで、本当に申し訳ないんですけども、今回神尾の LINE アットは終了させていただく、決断をいたしました。そうですね、便利であったのにね、 LINE で受け取れるって、ね、すぐ見えるしね、メルマガみたいに届かないとかっていうこともないから、すごい手軽でよかったんですし、近況上も送りやすかったんですけど、まあ一回26万円ちょっと痛いね。はい、で今までね、 LINE アットでお送りしていた神尾 TV の更新のお知らせなどは、神尾公式メルマガの方で引き続き配信させていただいております。また今までね、 LINE アットのご登録者限定で公開してた特典動画、うん、今後はですね、こちらもメルマガ読者さん限定でお配りしていきたいなと思ってます。あ、なるほど。例えば国土強靭化関連銘柄32銘柄の特典動画ではですね、うんうん、この特典動画を送ってから、その後ですね、ご紹介してた株が実際に爆上げしまして、うん、超爆上げして多くの方に実際に大儲けしてもらったということもあります、うん、まあ、そんなね、特典動画として今後ですね、キャッシュレス関連銘柄とか、うん、まあ、実際今アメリカとイランがいろいろちょっと揉めてますけど、そのイラン戦争もし本当に起こった時に、じゃあどの銘柄を勉強したいか、そうですね、勉強すべきか銘柄、うん、などいろいろな、ね、特典動画今準備中ですので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、さらにですね、また詳しくは別途ご紹介させていただこうと思うんですけども、今年2020年はですね、もういろんなことやっていこうと、うん、2019年どっちかというと神尾 TV 自体の発展のためにすごく力使ったんですけど、もちろんね、今年2020年も神尾 TV をさらにもっともっと伸ばしていこうと全然思ってるんですけども、そこに付け加えてですね、いろんなこともやっていこうかなと思ってます、うん、例えば神尾亮と七星さんの新企画とか、うん、あとリアルイベントですね、神尾 TV リアルイベントとか、トークショー、うん、やろう神尾 TV の公開収録とか、まあオフ会ってやつですね、いわゆるとか、あともう YouTube で、ね、話せない裏話しかしない講演会みたいな。ああ、いいですね。いいですね、うん。実際もうスナイパー狙われるかもしれない講演会。なんかいろいろこう持ちながらやろうかな。まあ、あとゆいちゃんと一緒に行く温泉カニツアー。おお、バスガイドしますよ。いや、ずっと言ってるけどな。それ実現するんか。それをですね、この新しいことをどんどんチャレンジする1年にしたいなと思っております。まずはカニツアーやろう。でその辺のですね、詳細の発表とか実際の申し込み受付などはこちらの神尾メルマガのみでさせていただもらおうと思いますので、ご興味のある方はぜひ登録しておいていただければと思います。お願いします。まあ、登録しておいてもらわないと参加できませんのでね、ちょっと登録しておいていただければと思います、うん、あのね、通知というか、はい、招待も来ないっていうことですね。そうですね、はい、うん、それではですね、すでに神尾LINEアットに登録していただいた方には大変ご迷惑とお手数をおかけしますけども、うん、ぜひね、メルマガの方に移行していただいて、ぜひメルマガの購読をしていただいて、引き続き神尾の最新情報をいち早く、そして確実にあなたに受け取ってもらえたら嬉しいです。またね、最近神尾 TV を知ってくださった方とか、うん、LINEアットに登録されていなかった方もですね、これを機にぜひメルマガの登録をお願いいたします。お願いします。メルマガのご購読下にある動画説明欄に、リンク貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、お願いします。今後はもう、ナフちゃんのゆうちゃんの文章を書いてもらおうと思います。え？まあ。
僕は結構得意やから大丈夫。またですね、Twitter、Instagram などの紙フォローの SNS も載せておきますので、ぜひフォローしてください。今までこれでも LINE が使えなくなる分、今後は SNS の更新に力入れたいと思ってますので、そうですね、ぜひフォローしていただければと思います。それではですね、いつも紙フォロー TV をご覧いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。今後とも紙フォロー TV をどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。